ニコモルドン。はい、役立たずミワです。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。コーラ飲んでる時はやめろよ。飲むなよ。おうち映画にはポない。見てないな。そっか、どこ行っちゃったのかな。大丈夫？いや、俺もサンダーとかファイヤーとかパワーボムとかできると思ってたから。パワーボムはできるでしょう、大仁田か。ダメだこりゃ、レーガンとか挽回とか螺旋ガンとかドドンパとか。今は使えないだけ。こそブラザーの友達だな。どこへ行く、ブラザー！コックリさん、コックリさん、生徒会長がギリバケる生き物を教えてください。お、く、り、お、ね。俺だって、学校。悪くね。どんな女がタイプだ。あ、女のタイプ、なんで今そんなこと聞くんだよ。ケツとタッパのでかい女の子かな、ジェニファー・ローレンスとか。新連載結構面白いよ。ほう。あ、ちょっと待て、釘先が切れた、乱闘だ。この人を信用しているし信頼している。でも尊敬はしてません。よ、ちゃんと追っかけんって書いたけど。俺が書き換えた。陸上部顧問高木。虎杖、全国制覇にはお前が必要だ。生徒より問題のある教師が来てしまった。14メートル。ねえ、投げ方は適当でいい？うん、ファールは取らんから好きに投げていいぞ。すまんな、お前の専門外をあえて選んだのは俺の本気を伝え。だいたい30メートル。うわっ、俺の勝ち。さて、2本目、10分の1か。うわ、まずい、笑いでくるわ。どう見てもピッチングマシーンだろうが。何言ってるの。スペアよ、スペアメカ丸。そっちのパンダが一昨日壊したんだから当然でしょ。ピッチングマシーン、よくわからないわ。あなた機械詳しいのね。もしかしてオタク。次から次へと良くもない。私が高専で学び気づいたことは、呪術師はクソということです。あ、そして一般企業で働き気づいたことは、労働はクソということです。そうなの。同じクソならより適性のある方を。出戻った理由なんてそんなもんですくらいね。仲間割れなのか。そこで見てるつもりか。おお、フルチンじゃん。イジチうるさい。ちょっと残念。見る。ディス。任せなさい。タカナ。お母さん。ゴミどもが。絵面やば。釘先のばらでーす。ナミ、お出かけしよう。いえ、遠慮します。いや、マジで大事な話があるんだって。それは大変だ。まだ何も言ってないよ。全員先輩、ジュグの扱いなら学生一だ。
筋子呪言師犬巻先輩、語彙がおにぎりの具しかない。でもユータといるときは少し丸くなるよな。パンダ先輩、あと一人乙骨先輩って唯一手放して尊敬できる人がいるが、今海外。あんたパンダをパンダで済ませる気か。うわお花だ、綺麗。呪力の弱いものであればこの生クラでも両断できます。聞いてますか、イタドリ君。あ、俺に言ってたの。交代、もう学団はしんどい。可愛いチャージを買いに行かせろ。あの二人は何してんですか。受け身の練習。高菜、私たち今ここから入ってきたわよね。どうしよう、それどうしよう。大丈夫だ、こいつが出入り口の匂いを覚えてる。あらまあ、グッボーイ。ジャーキーを揚げたけど、ジャーキーを持ってきて。聞かれてる。オーベーション、ピケ。立派寿司はな、寿司が新幹線に乗ってくるんだ。